到着です。第一駐車場がいっぱいだったんで、やむを得ずこのトンネルを下って第二駐車場に入っています。で、帰りはここ進入禁止なんで、別のところから出るんですね。やっぱり声が響くというか、そんな感じですね。で、こっちの方が第一駐車場になります。で、その右手の方に、道の駅栄があります。あの蔵みたいなものですね。蔵みたいな建物が、道の駅栄ということになります。お、結構、大きい道の駅ですね。ただ駐車場自体はそれほど多くないですね。これが道の駅栄なんですけども、その道路一本隔てた前に、ドン・キホーテとか五郎公の湯とか、MGM、からフードマーケットのかすみ、ダイソーなどがあるんですね。まあ、ここら辺の、まあ、繁華街といいますか、そういう場所になっているみたいです。入ってすぐ左手のところに、レストランコーナーがあるんですね。それで、その隣が、こういう感じのお土産コーナー。それで、さらにその先に、農産物の販売所があるといった感じですね。で、ここを出ると、ここにも大根なんか売ってる農産物の販売がありますね。で、さらにもう一個、ここにもお土産コーナーですかね。ここはね、境町観光協会、こんな感じのものがあります。280円が高いかな。僕も高いのか。道の駅の端っこに堺菓子ブルワリーというものがありましたね。ただ今日はやってないみたいですね。ビールですね。こういう感じで、道の駅栄ということで、町の紹介と道の駅についてということで出てますね。ここから見るとあそこは全体的に道の駅の建物群ということになりますね。
では帰りましょう。